えのちゃん、かねこでございます。ということで、今日なんですけども、久しぶりに、ものすごく、すごくすごく、変な魚が入りました。変な魚でもあるし、ものすごい珍しいお魚。この発泡スチロールの中に入っております。で、今日はですね、スペシャルゲストの方を呼んでおります。呼びましょう。ゲストさん、どうぞ。失礼します。お、見た。今日もなんか変だね。変じゃねえんだから俺はいつも変おじです。はい、どうも久しぶりだね。久しぶりだね、うん、今日は、うん、すげえ魚が入りました。入ったの？入っちゃった。見ちゃってみいの？これ買った経緯で言うと、昨日変おじが僕に LINE くれて、うん、めっちゃ面白い魚売っとるぞって言って、なんか深海魚を売っている、うん、なんかインターネットのそうそうサイトの URL が送られてきたんですよ。静岡のどこでは取れてない、駿河湾で取れとる魚だよね、うん、駿河湾の漁師さんが、うん、深海漁師さんがやってるサイト、うん、駿河を取ったのをヘダの人が売ってるサイト、まあなんかそういうサイトがあって、はい、でそれで送られてきたんですよ、うん、これが、いや見ましょうか。見ます、まあ、僕ら知ってるんで開けますよ。じゃん、うん、すごいよね。でもすごくないですか、これマジで、うん、すごい。ちょっと出しますね、見やすいような。うわ、なんかちょっとなんか魚触るって感じじゃねえ。え、こんな感じなの？そう、これね、これです。すごいよね。こちらがミツクリザメというサメですね、うん、別名がゴブリンシャークというんですか。そう、これね、僕も知ってますよ。すごく珍しい深海のサメなんですよね。そうだよね。で、これがですね、採取場所も送られてきたんですけど、送られてたんだ。今日が4月の22日なんで、2日前に腰下田沖の 300m、うん、深海ですね。そうだよな。これで上がったと。で、ちなみにこれお値段が10万円しました。そうだよね、はい、セールでちょっと安くなってましたけど9万5000円ぐらいになってましたけど、これはサイト見た時にちょっと買えんなと思って、はい、ひょっとしたら金子だったら買うんじゃねえかと思ってちょっと LINE してみたんだって。いや、もう買いなさいぐらいの圧が来たんだよ。それはないんだけど買うかなと思って、うん、マジで買うじゃんと思って欲しそうだなと思って、変わりが、まあね、見たかったでしょ。見たかった見たかった、うん、一緒にさばこうかなと思って買いました。すごい、ね、でもこれ一言言っておきますけど、一応販売者さんは食用ではございませんということで売ってました。そうだな、うん、なんで僕はこれ今日は食べますけど、あくまでも自己責任で食べます。そうだ、まあ、別にね、性能的に悪くないと思うんですよ。悪ないよね。これ見てください、このボディ、これがミツクリザメです。すごいよな、これすごいですよ。博物館行くやつだもんね、これ。そうだよ。で、これ口が伸びるよね、病院って。歯がすごいですよね、なんとって。口伸びんか。あ、痛い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 。めっちゃくちゃ痛いわ、口が。角みたいなの生えてますね。そう、うん、これね。でも、高いよね。高いよ正直10万円は、まあ、向こうも食用としてそうだねやってないから、うん、このヒレが破れてないとか、そうね、そういうのが珍しいんだろうね。完品だよね。完品完品。鮮度もいいですよ、これ。これ食べれるよ。食べれるよ、ね、食べれる食べれる。なかなか食べる人おらんからな、これ。おらんでしょ。いや、でも、うん、僕これツイッターで、まあ、X か、X、僕 X でゴブリンシャーク買ったんだ、どうやって食べたらいいですかっていうのポストしたんすよ。あ、したの？したらなんか謎に3人とか4人ぐらい、うん、私はこうやって食べましたって言って、あ、食べた人おるんだ。マジか。どんなフォロワーよと思って、すごいなと思いましたよ。愛知ではね、もうだいぶ昔に2メーターぐらいのが1回だったらしい。これより大きいね、じゃあ2メーター。大きい大きい。で、ちょっとミツクリについて詳しい人に聞きました、うん、聞いたんだ。こちらのミツクリザメですけど、うん、はい、希少性がすごい高い。世界でも捕獲例があまりなく、寿命や成長スピードなどその生態が謎に包まれている大変貴重なサメでございます。別名ゴブリンシャーク、ゴブリンは悪魔と呼ばれてますよね、うん、口がね、ここですよね。これが悪魔のような口、それでゴブリンシャークと呼ばれてるみたいですね。で、死んだり弱ったりしたミツクリザメはピンクっぽかったり色が薄いですが、生きてるものは灰色をしてるんですって。まあ、確かにちょっとピンクっぽいじゃピンクっぽいですもんね。まあ、これは2日経ってますんで、そんな感じです。角みたいなやつ、これにはね、ロレンチーニ器官っていう電気を感じる感覚器官があって、深海ってめっちゃ暗いんですよ。で、暗い中でもこの器官で獲物を探して、この大きな口でバクッと捕食すると。
でサメの顎の骨は上の顎の骨と頭蓋骨の骨が完全に一体化してないので、上手に出てくるホウジロザメのように顎を突き出して歯をむき出しにして獲物を食べる。それがミツクリザメの捕食の特徴ですね。でミツクリザメも同じで全身ヒョロヒョロで頼りなさそうなんですけど、尾びれもピラピラで遊泳力がそんなにないんですよ。この尾びれですよ、ぺっちゃんこ、うん、ベラベラ、そんなにね上手に泳げる子じゃないんですって。なんで別に泳ぎで追いかけて餌を食べるって感じじゃなくて、もうこの顎のスピードで近くの獲物をガブッと食べるって感じらしいですね。イカとか魚とかそういったものを食べてるんですって。なんで味は期待できるんじゃないかなって思ってますよ。で生態についてなんですけど、ミツクリザメは水深 1200m までの深海に生息するサメで、1億5000万年前に生きていたサメスキャパノリンカスの特徴も残しており、生きた化石とも呼ばれております。でミツクリザメ、野生のネズミザメ目の近縁なサメ類が浅瀬に生息しているという事実から、ミツクリザメは浅瀬から深海生活に適応進化し、この過程でこの特殊な捕食能力を取得したんじゃないかと言われているみたいですね。でこの子はまだ子供なんですけど、成熟したメスのゴブリンシャーク、これがまだ見つかってないみたいなんですよ。そうなんだ。そうすごいよね、お母さん見つかってないんだって。見つかってねえんだ、うん、これ多分一応割ってみますけど、うん、卵とか入ってたらすごいよって話らしい。オスだね、オスだね、オスだね、わかるもんね、オスだからね、うん、メスがほんと少ないらしい。成熟したやつね、成熟したやつだね。この子が生まれたってことはお母さん絶対いるわけじゃないですか。そうおるよね。いやもうじゃあ深海のこと考えると僕夜中結構考えるんですよ、深海のこと。考えるんだ。考えますよね。考えないです。考えないです。考えないです。深海宇宙系は考えます。僕考えるんだ。深海は本当奥深いよね。深いよね。でも暗いからさ、うん、オスとメスとどう出会うんだろうね。それね、暗いじゃん。わかるね。本当にね、どう出会うんだろうね。数少ないしさ。皆さんどう思いますかね。考え出すと寝れなくなりませんか、これ。僕だけでしょうか。そうだね。ということでですね、これ今日食べていきたいんですけど、うん、まあ、いろんな方の意見聞くと揚げ物がうまいよって。揚げ物がね、うん、あと食べた経験のある方から言わすと、うん、刺身がなかなかいける。刺身いきますか。刺身いきますか。刺身いきましょう。鮮度いいんで。今日じゃあ鮮度いいから変おじと刺身食べるわ。はい。で僕ちょっとこれ干、うん、物みたいにしてちょっと干して、うん、これ水気がすごいんですよ。触ってみると分かるんですけど、分かる分かる分かる。ブユンブユンなんですよ。こんにゃくだ。こんにゃくみたいな。ほんとこんにゃく。こんにゃく。そう、触った感じこんにゃくみたいな。なんでこのタイプ結構いますよね。いますね。これかわいいな、この感じ。かわいいよね。めっちゃかわいいな。カワウソみたいな。目がめっちゃかわいいんだよな。めっちゃかわいいじゃん。なあ。ギャップすご。こっちもこうですけど。天使と悪魔みたいな。いって。歯がめちゃくちゃ鋭いの。この下ここのね、突き出てる歯が3本仕立てになってるんですよね。返しみたいなのはないんですけど、これは、いって、いった、死んでたかもね。これ、相当鋭利ですね。なので、今日は平穏地とお刺身で食べたいと思います。はい。はい、で後日、僕がちょっと別の料理にして食べたいなと。片身持ってく？片身、持ってかないです。持ってかないんだ。うん、珍しいのに。まあ、タバコで食べればいいよ。本当に？うん。このロレンチーニ期間につけて食べよっか。じゃ、それ、いいです。え、なんで？まずいもん、絶対。食べろっか。食べようよ、そんな。あと、変な魚おじさんでしょ。変な魚おじさんなんだけど、この、こんにゃくチックのやつ、俺嫌いなんだって。昔のなんかさ、あの、カングリー精神も忘れたん？じゃ、古いスタジオでやっとった時はさ、あの時の変おじだったら、ここを率先して食べたがってたよ。そうなんだけど、今まで食べすぎて、まずいところが分かるようになっちゃったんだよね、俺。分からんよ、食べてみな。分かるよ。美味しく料理しますんで。わかりました。はい。じゃあ、食べましょう。じゃあ、行きます。はい。すごいよね。じゃあまず頭落としますか。どっから頭落とそうね、これ。こっからだよね。そう、普通そう。なんか長いよね、ここ。だからここが遊びになってんだ、ほら、ここ。そう、ガコッと出る。ガコッと入るもん。そうでもね、これあんまね、ここ触るとほんと痛えんですよ。めちゃくちゃ痛えの。あ、こうだこうだこうだ。入るんだよね。入るんだよね。こうだこうだこうだ。そうだ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 。あ、こうだこうだ。そういうことだ。あ、そうだ。めっちゃ可愛いじゃん。暗闇でこう泳いでるんですよ。 そして獲物がポンと来ました。そしたらガボーってガーって。ここは遊びなんですわ。でこれエラですよね。エラがあって、もうなんかもうまさしくサメって感じ。うわ、これ10万ですからね。多分これ博物館の人とか見たらもったいないってやってるかもしれない、ね、なるな何してんのってやりますよ。うお、まあそうだよね。そうだよね。っていうかめちゃくちゃ鮮度いいような気がする。え、何これ、骨が骨じゃない。柔らか。
見ました今の。見た見た。もう全く力いらない。肝めっちゃ綺麗じゃん。肝めっちゃ綺麗。食べますか肝も。うん、肝食べる。食べますか、うん、ちょっとこう入れて。うーわ、え、ほら骨が、なんかマナガツオとか骨柔らかいじゃないですか。そのレベルじゃない。やっぱ深海の魚、バラムツとかもそうですけど、骨柔らかいですね。頭が落ちました。ゴブリンシャーク、これ残しときたいけどね。残しとこうか。残しとく。これせっかくだからコレクション、金子コレクションに。これかっこいいね。これ誰かの剥製にできたらさ、めっちゃいいね。ごめんなさい、やっぱ煮つけて食べようかなと思ったんですけど。そうだね、肝にしよう。これについてはちょっと残しておきますわ、うん、なんか作りたい。それでいいと思う。でもあんたも魚好きだね、さすがに。そうだ、座ってみとるって言ったのに、やっぱさばき出したら立っちゃったね、必然とね。そう、うわ、肝がすごいですね。これサメってさ、深海魚で浮き袋がない代わりにこの肝で浮き袋代わりにしてるんですよね。これ油でね。油でね。これね。おお、じゃめっちゃくちゃ鮮度いいよね。抜群だよ。おお、内臓てか内臓も綺麗だな。マジで。何これ。ちなみに、うん、胆のうがさ真ん中にあるんだよ。これ本当だ。胆のうがさ本当だ。胆のうが真ん中にある。珍しい。これでも意外と単純な内臓の作りだね。そうだ、もっとなんか複雑かなと思ったんですけど、肝臓があって胆のうが真ん中にこうついてますね。こう見た時にどうなんだろう、こっちが片方に寄ってますね。でなんか腸みたいなのがあって、これ胃袋ですかね。胃袋もやっぱでかいね。でかいな。容量がねバコって入りますね、イカでも魚でもね。でこれなんかサメによくあるですよね。これなんか何でしょうね。これなんだろう。 A もあるからね。そう、 A もある。 A もある。あるあるある、ね、そういうタイプですね。じゃあちょっとこの肝は食べたいですね。苦玉どうする、舐めてみる今から。いやいやいや、いらないです。そうなんち、なんかサメに入ってたっていう。そうだ、ほんと。俺じゃないよ。俺じゃない、うん、俺が来たとこだ。サメに俺切ったとこだ。あれいいっす、いいっす。あんたが切っとる話は別に聞きたくないんだって。俺切ってねえよ。小学生の子も見てるんですから、お願いしますよ。ほんとに熱そうだな、これ何ですか。じゃあこれまずそう、違う、これ違う。ちょっとさ、ちょっと洗いますから、ちょっと、はい、ちょっと、はい、ください。はい、はい、もう見覚えのある形になりましたね。なんか頭がなくなると普通の星ザメとかそういった感じに見えますね。そしたらこの状態になったので、こちらをさらえていく。これはまあ大名だな。大名でも多分下くぐると思う。下くぐるよねこれ。多分くぐると思う。だってさ、骨これ見てください。これこの細さっすよ。上が神経ですよ。神経神経大きい、めちゃくちゃ大きい神経が。なあ、じゃあ骨が三角だもんで、これ下くぐりそうだね。うわ柔らか。お、これすごいぞこれ。すごいんだ。なにこれ、ちょっと立ち入れてみ。ちょっと待って、やばくね。やけ柔らかいでしょ。もう骨いっちゃってるじゃんそれ。いってねえよ。いってないよ。いってないよ。いっちゃっていいの、うん、いきそう。ここいきそう。あそこむずそうだね。ちょっと待って、いきそう。これもう骨の感覚なんかないです。こうでこう。うまい、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 うまい。わあ。うわ来たか、こういう感じか。なるほどね。この身は本当このプリンプリンです。なんでしょうねこれ。本当こんにゃくだよね。こんにゃく。ほらもうこれもうサクサクですもん。いきますよこれ。尻尾の骨が硬いところ。サク。え、でも、ごめんなさい、これ下ろしますわ。下ろすんだ。うん、俺フライとかしたいから。フライもすんだ。うん、骨は、まあ、いらないかな。ほら、あ、でも、一応硬さはありますね。ちゃんと骨は感じますね。ほい、うん、完璧じゃないですか。綺麗な骨ですね。さばいていきましょうか。こっちが僕、使いますね。背びれがあるんで、ここ取りましょうか。ここ成形して、で下もヒレを落とします。本当に扱いやすいなこの魚。こんなさ柔らかい魚がなんであの牙だけあんな鋭利なの。牙だけ。本当この魚は攻撃力全振りの魚だね。そう、防御力は捨てましたっていう魚。自然界でもどうなんだろうね、生存率って高いのかなこの魚は。あかんな、でも二人とも詳しくねえ人間が。詳しくねえけど、これは分からない。生態が分からない。分からないんだ。分からない。だからこそ、10万円っていう値段がついてたんですね。そう。ちょっとさかなクンに聞いてみますか、後で。あと聞いてみて。なんでこういう身になるのか。うん。じゃちょっと皮引いてみますね。うん。
あ、でも皮はね、引きやすい。容易ですね。あ、意外と引きやすい。うっ、何これ。え、皮目からすっごい水が出た。ほい、こんな感じ。なんかタラみたいな皮目ですね。ここら辺ね、フルフルです。プルンプル。じゃあこっち側も皮引いていきますね。うわ、ほら、うわ、めっちゃ楽しみ。いや、でも A も教えてくれた。そうだろう、うん、あんまりないの、やっぱこれ。ほんとないの、出品。出品ないと思う、この3つくれたらマジでないと思う。今のその10万よりも上の値段で売れたことがあるから、うん、値段それにして、今あの魚が取れないじゃん、うん、で、漁師さんに還元しますみたいな。あ、めっちゃいいじゃん、だったら。なんで手数料とかもらって、それが漁師さんにあげるって書いてあったよ。すごいいいことした。そうだろう、うん。あ、じゃあ全然高くはないわ、それは。間接的にね、うん、人助け。もうめっちゃいいことした。今回漁師さんの力になろう企画に参加していただきありがとうございますって書いてあったけど、そういうことなんですね。いや、俺参加しないけどな、そんなのにはと思ったんですけど。読んでないだけです。でもいいプロジェクトですね。そうそうそう、いいよ。ちょっとサイトの方は、ね、URL 貼っておきますので、面白いから本当ぜひ皆さんも見てください。はい、じゃあこんな感じですね。では、じゃあまず刺身を作りましょうか。てか全然臭くないんですよ。全く臭くないよね。こうサメ特有のさ、アンモニア臭ないないない。とか、なんかこの嫌な匂いあるじゃん、サメって。ないな、これ全くない。ない、怖いぐらい無臭ですね。じゃあ僕盛り付けていいですか。どうぞどうぞ、もちろん。真水でちょっとサッと洗いましょう。サッと洗おう。こんにゃく洗ってるのと一緒。もうなんかこの魚については水っぽくなるとかそういう概念ないよね。水そのものって感じ。そう、ほんと腹骨はない。なさそうだな。ここ硬いのがあります。あるんだ。なんで腹骨自体はあると思うんですけど、気にならないレベル。はい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 、気にならないレベルですね。ここ成形しちゃいますね、ここで。で、中骨もこれないんですよね。ないな。厳密に言うとあると思うんですけど、確認できる、指で確認できるレベルはない。ただちょっとここら辺硬いかなっていう。じゃあ切っていきますね。身、そして肝ね。これ肝臓、苦玉を切らんように。本当にこれいけるのかな。肝臓も切って、あ、本当だ、うまそう。なんか聞いたことあるっちゃあるんですよ。なんか営業もはこうやって食べるって聞いたことある。生でうまいよね。うん、いや、ちゃんと食べたことないな。しっかりとこうやって交互に切っていきます。交互盛りどうすか、馬刺しみたいな。切り抜くそうだね。でも意外に、うん、なんか意外とね、身がしっかりしてるよ。うん、ちゃんと芯はある。あるんだ。うん、見た感じ本当にスズキとかね。スズキっぽいよな。ねえ、ちょっとじゃあどんどん切っていきますね。人のチャンネルで切った話しないで。じゃあ俺来てないから。だから来てないから。ちょっと待って、お話して帰ってきた。あ、よくないっすか。ちょっと微妙だな。え、微妙ですか。この身がさ、こんにゃくチックだから、うん、俺正直だからちょっと微妙ではない。でもだってさ、このさ、身はどう切っても角が立ちません。そうだよね、うん、だからもうこの肝と一緒に盛ることでこのしずる感を出した方がいいかなと思ったんですけど。そうだね、あしらいはね、そんなないんすよ。このままでいいよ。このままが逆に素敵かもね。でもちょっと真ん中にわさびの葉っぱ乗せましょうか。わさびの葉っぱなんだ。あー、ちょっと緑が入るとなんかフレンチっぽくなったな、一気に。で、ちょっとなんか柑橘添えときましょうか。これ今珍しい完熟カボス、こうしときましょうか。はい、これで、はい、これでミツクリザメのお刺身の完成。終わっていいかな。汗びっしょりになっちゃうよ。代謝いいっすね。代謝よくねえよ、恥ずかしいんだよ俺だって。
恥ずかしいのあるんですか？ある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 。食べよ。あんた変な魚おじさんっていう名前なんだから、もっと変でいかな、尖ってかななんて。じゃあこのわさびで。美味しそうだね。わさびが美味しそう。わさびが一番美味しそう。ではでは。ではでは。取ってくれた漁師様。取ってくれた漁師様。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、いただきましょう。いただきましょう。よし。いきますか。せーのでいきますか、今日は。わさび。わさびいるよ。わさびつけて。ここ行こうか。ダブルでいきますか。多分これ肝ないと。美味しないよ。美味しないと思うんですよ。わさびちょっと多めでいいな。いやでも まず身だけでいきますか。身だけいきます。身だけでいきましょうよ。いいですよ。身だけで。身だけだね。ちょっと待ってよ。醤油あんたちょっとそれつけすぎじゃない。じゃあつけてないんで。ちょっとでいいですよ。じゃあいただきます。はい、入れます。うん。おお。うん、うん、予想以上に食えるな。食えるよこれ。これ生臭ないな。うん、歯ごたえがあるね、うん、シャキシャキした感じで、うん、生臭みないな。聞こえますかねこれ。ほんで旨味がある、うん、シャチブリとは違う。全く違うこれ、うん、うまっ。うまいよな意外に。あのね、生ダコみたいな味がする。あー、わかるわかる。生ダコの味、うん、めっちゃ口柔らかい水ダコ、うん、でもなんかこのトロットロじゃないですよね。歯ごたえはちゃんとあるんですよ。あるな。この皮目だけに歯ごたえがあるっていう感じじゃなくて、これ全体的にあるよね、歯ごたえね。筋肉質だよね。筋肉質。意外に。で、この口の中に残る後味もすごくうまみのある後味だよね。そうだな、生臭みなくてね、うん、生臭みは一切ない、うん、これシャチブリと全く違うよ。まあ、ちょっとやっぱ食べてるとシャチブリとか僕ら育成の魚を食べてきてるじゃん。やっぱそれ系だからちょっと思い浮かぶんだけど、パッてそっち系も思い浮かぶんだけど、でも水ダコとか、うん、こっちの美味しい味もするから、なんか不思議な感じがします。確かに。脳みそがなんか不思議な感じ。いやこれどっちなのって。美味しいのまずいのどっちだったやつっていう。ちょっと肝だけでいこう。肝だけでいきますか。ますか。肝が一番怖いのよ。こういうね、得体の知れない魚の内臓ものってほんと怖いのよ。怖いんだ。だってゴブリンシャークだよ。大丈夫です。大丈夫かな。色はいいから。いただきます。よし。うん、これうまっ。うまいだろ。うんまっ。これまんまカワハギです。カワハギ近い。これめっちゃうまい。うまいよな。カワハギって言って出されたら多分カワハギと思っちゃうと。これ思っちゃうよ皆さん。思っちゃう。しかもこの天然のうまい時、僕らの地域だと秋口に取れる、うん、あの天然の小さめのサイズの、うん、あの質のいいやつだね。ピンクの油肝のやつ、めっちゃうまい。あれええのかなこれ全部食べても。大丈夫。体的に。体的にでも2切れまでにしよう。でもやっぱ油が強いんで。でも油強いんですけど、そんなに強さ感じないけどね。これつかみにくいんだよね。でもね、うん、トロトロだね。割り箸だから意外とつかみやすい。つかめんじゃんこれ。せーの、うん、意外にうまい。めっちゃうまいじゃん。うまいだろう。正解は刺身です、今のところ。そうだね。それ加熱したらうまいと思うよ。フライにしたらちょっと柔らかいタラのフライみたいになると思います。あ、水分が多いんでちょっと身が縮むかなと思うよね。多分一夜じゃあれ干せきれんと思うんですけど、2日ぐらい干して、あれ半分ぐらいまでして、もうなんか持って、あーちょっと硬いぐらいね、硬いぐらいね、うん、そのぐらいにして調理するとこれはうまいんじゃないか、はい、というわけでですね、はい、今日は超激レアなサメ、ミツクリザメをさばいて食べてみましたけども、美味しかったね。うまかったね。肝がとにかく絶品ですね。これね、深海のサメって食べたことあるでしょ。あるある。やっぱりみんなこんな感じだね。こんな感じだね。それともこの今回のミツクリザメはやっぱ美味しかった。でもね、肝はね、俺相模ザメっていうのを食べたことあるんだけど、うん、でこんな感じだった。うまいわ。うまい。深海ザメの肝うまい。うまいな。カワハギじゃん。でも本当今日はね、いい経験させてもらった、うん、ちょっと想定以上にうまかった。うまかったね。なんかさばいてる時ずっとね、なんかうわーやだなーとか言ってたんですよ。不安だ。うまいじゃん。うまい。うまい。食べてみんと分からんな。分からん。分からん、うん、これは大発見です。そうだな。10万円払った価値ありました。また変な魚を見つけたら LINE します、うん、LINE してください。はい、また一緒に食べよう。分かりました。というわけでね、今日ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。はい、おまけ。この肩身なんですけど、2日間ピチッとシートずーっと変えて変えて水を抜きました。でもやっぱ抜き切らないですね。でも尻尾の方はだいぶカラッとしました。うん、こういう密室なんだろうな。これでどんな魚でも美味しくなっちゃう揚げ物があるんですよ。それやっていきます。
何回か動画でも紹介してるんですけど、これやったら美味しいんですよ。本当水羊羹切ってるみたいですね。で少し下味をつけます。ペッパー、お塩、片栗粉を強めにまぶします。強く。でこれを少し冷蔵庫で置いとくんですよ。そうすると魚から水分が出てより片栗粉が強くつきます。そしたらタレ、タレはまずはお酢を、まあ、50cc ぐらいで、みりんも同じ量 50cc、 お醤油も同じ 50cc。 分かりやすいですよね。1:1で、お砂糖も少し、小さじ2ぐらい入れましょうか。今日はザラメで、これ砂糖が溶けたら OK ですね。そしたら揚げていきます。うわ気持ち悪い。はい、カラッと揚がりましたら、これを甘だれにくぐらせます。しっかり絡ませて、はい、そしたらこちらを盛り付けて、はい、こちらがゴブリンシャークの甘酢唐揚げ、食べていきましょう。いただきます。あっけ、うん、うん、うまっ。ん、なにこれ、ちょっとこれめちゃくちゃ不思議なんですよ。切ってみますね。中切ると、うわあ、原型はとどめてる。口の中入れると溶けるんですよね。このフルフル、外カリ中プル。なんか、ね、例えて言うんだったら、これあれだ、揚げ豆腐みたいな感じ。まさしく食感そんな感じ。美味しいですわ。調理法がやっぱね、いいね。でもこのやっぱシャーク自体にそこまで味はないですね。この食感ですね。このプルンとした生臭みのないこの魚の旨味、肝がうまかったですね。はい、というわけでゴブリンシャークおまけでした。